どうも、昨日の今日なんでまだ鼻声が治っておりません、みつでございます。今回はこちらね、多分懸賞が当選したと思うので、ちょっと動画を回してみたいと思います。他にもね、社会問題とか資格の話とかいろんなテーマで話していくんですけども、チャンネルの再生リストに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。あとこのチャンネルはですね、鼻声でね、なかなか話すのが厳しくても、頑張ってね、ネタを探して、動画アップしておりますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、昨日喋ってまた今日で話していくんですけどね、今一つちょっと鼻声なんで、これ水ね、飲みながら、すいません、ちょっと話させていただきたいんですけども、これね、日本郵便株式会社さんでね、このレターパックっていう、なんていうのかな、会員向けの、雑誌みたいなのがあるんですね。で、そこに載ってるこれ懸賞なんですけど、これちょっとね、迷子届くのより分厚いんですよ。だから、おそらくね、この毎月の開放プラス、当選品が入っているんじゃないかなと思ってね、動画を回してるんですけども、これ会員もね、無料でなれるんですよ。だから、まあこれがもしね、当選していたとしたら、まあ僕も当然ね、ただで登録して当たったとしたらね、ただのものなんで、じゃあみっちゃんがね、当たったんだったら、私もね、当てたいわっていう方は、ぜひ、登録してみるといいと思うんですね。おそらくね、これ結構分厚いんで、おそらくこれ当選品とね、開封と送ってきてるんじゃないかなっていう、まあこれは僕のあくまでも予測なんですけどね。多分ね、そのパターンだと思うんですよね。送るのもね、お金かかりますからね。ちょっと、これで破っちゃいますかね。じゃあですね、ちょっとですね、当たっているんじゃないかなと思うので、あ、なんか届いてるな。あ、やっぱね、届いてますね。ちょっと待ってくださいね。一回これをちょっと見えないようにして抜いてね。どうだろう。ちょっとここに置いて。あ、なるほど、なるほど。ですね。あ、これ当たってますね、やっぱり。いきますよ、じゃあ。当たったのは、これです。これとこれとね、あとこれかな?あとこれ。ちょっとじゃあこれ、立てかけておこうかな。こんな感じで。ただこれ開封が入ってないですね。毎月の、なんていうの?雑誌?じゃあちょっと待ってくださいね。これがね、プレゼント当選おめでとうございますってことなんですけど、ペンフレンドパークと、あ、これはだからね、あれなんですね。とにかく当選しましたっていうお知らせのね、封筒だったんですね。いつもね、これに入ってこの、なんていうの?フリーペーパーが届くんですよ。毎月のね。だから僕、てっきり、この、フリーペーパープラス、当選品ね。まあ、どうせ送るんだったら、一つのね、ものに対して二つ入れちゃった方がお金かかんないじゃないですか。だから、まあ、僕そうかなと思ったんですけども、当選品は当選品でね、送ってくれるっていう。なんか、当選品どうのこうのって書いてないですもんね。はい、すいません。ちょっと倒れちゃったんで、カメラがね、ちょっとやっていきたいと思うんですけども、じゃあ先にね、こっちから、見てみましょうかね。どんなものなのかね。よいしょ。何なんだろうな、これ。レターセットってなってますね。これ何だろう。ちょっとこれで開けてみましょうか。あ、なるほど、なるほど。これがね、こう、お手紙を入れる、なんていうの?この、手紙入れっていうんですかね。これがあって、あ、これですね。ここに。背景なんとかかんとかとかね。
暑い日が続いておりますが、とか、まあなんかそんな感じですよね。そういうセットなんですね、これね。これと、よいしょ。あとはこっちですね。こっちはこっちでまたおしゃれですよね。まあ同じパターンなんでしょうけどね。まあこちらがね、この手紙を入れる、まあ、手紙入れっていうんですかね。こういうのにね。かなりこれもおしゃれですよね。それで、結構枚数も入ってますからね。まあ、僕もね、こんなに手紙書く人いないんでね。まあこんな感じですね、こんな感じね。まあだから、これとこれでね。まああと、これとこれのね。セットになってるよということで、まあ非常におしゃれなセットなのでね、まあ何か今こう手紙を書くっていう予定はないんですけども、まあぜひですね、今後ちょっとなんか書く時のために、じゃあ手紙を書こうってなったんだけど、おしゃれなこう便箋がないとか、そういうのってありますよね。じゃあなんか100円ショップ行ってね、買おうとか、まあそういう風になると思うんですけど、なかなか遅い時間だとね、100円ショップも開いてないとか、まあ、そういうのもありますからね。まああとはこれ、なんだろうな、通信文化っていうことでね、なんかこれ、新規会員募集中ってもなってるんで、この通信文化に関してもなんか会員を募集してるようですね。なんだ、あ、これもね、読者プレゼントがあるみたいなんで、これはこれでね、ちょっと送ってみます。リンゴがまた当たるかもしれないんでね。まあでもこれ、見せちゃったから、リンゴが当たったらね、あ、みっちゃさん、フリーペーパーっていうかね、懸賞で当たったこの雑誌で、さらにまた懸賞を当てたんだ、みたいなね、そういうふうに思うかもしれないですけども、まあ、そういうつながりも面白いですよね。結局、検証でね、こちらの商品を当てて、さらにね、この、まあ、なんていうの？雑誌もついてきて、その雑誌を使って、さらにまた検証を当ててやるっていうね。お前、どんだけその、検証応募、検証当選のループしてるんだよ、みたいなね、感じなんで。まあ、あとですね、これなんだろうな、今回はちょっと毎月のフリーペーパーのやつね、ゆうちょのやつ届いてなかったんですけど、この辺多分ね、まあ、ペンフレンドクラブだったかな、PFC 事務局だから、日本郵便 PFC 事務局とかね、そういう風に検索していただくと、毎月のこのフリーペーパー、ペンフレンドクラブです。これの登録方法とかがおそらくネットに出てくると思うんで、僕みたいにね、当てたいなという方は、こちらで検索してね、登録すると、毎月届くようになりますから、ぜひですね、懸賞当選のきっかけにね、してみてください。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー。バイバーイ。今回はね、こんな感じで、もうちょっとアップしようかな。こんな感じでね、当たりました。まあ非常にね、今後のためにも、なんかあった時のためにも使えるんで、非常にいいかなと思います。こちらの方もね、僕、検証当選の、なんていうの、締め切り順でこう、雑誌をバーって並べてるんでね、フリーペーパー。そこにこの11月15も、挟んでおきたいと思います。バイバーイ。頑張りましょう。鼻声直します。バイバーイ。